次、巨大ファイヤーバーのお城、ファイヤーバーフォートレスということで、わ、すごいことになってるね。面白そう。遊んできます。 6.45% だからね、なかなか鬼畜なんでしょ、ない、鬼畜なんじゃないでしょうか。言えた。よし、 OK、 いきます。お、クッパステージでカロンちゃんがいるね。うわ、なんか見えたよ、今可愛いのが。あいつ、うわー、本当に巨大なんですけれど、すげえな。あれで再現してるわけか、バーを。面白いね、これ。お、で、うわー、これまずいね。ちょっとまずいよ。よいしょ、危ねえ、危ないよ。ギリ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 。ほ、よいしょ、早めに行かなきゃダメだな、これは。カロンが地味に邪魔だな、これ。いい配置してやがる。で、ほ、間に合うか。あー、怖い、危ねえ、危ねえ、危ねえ。あー、ギリ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 。いやー、しかし、カロンじゃ邪魔。あ、くそ。よいしょ、オッケーオッケー、ナイスナイス。今のところは大丈夫。あー、これちょっとタイミングが悪いね。ここだ。ここだろ。で、まずい。あー、くそ、間に合わねえ。これは、これぐらい、これぐらいでどう。いや、これ無理だろ。危ない危ない。あ、羽には当たらないのね。なるほどなるほど。危ない危ない。くそ、あれ絶対キノコだっただろ、上の。よいしょっと。どどどど、あー、くそ、上に乗れるのか、あれ。で、おほ、まずい。で、あー、くそ、あ、まずい、まずい、まずい。どこに上がればいいんだ。これ、これまずいな、これ。いやー、タイミングが分かんない。あー、中間地点あった。ナイス、いいね、いいね、いいぞ。ここで半分ね。さあ、ここからどうなるか。怖い怖い。当たりそう、当たりそう。逃げろ。よし、で、すぐ行く。うん、危ない危ない。上に当たらないように。オッケー。うわ、怖い怖い。うわ、すげえドキドキするね、これ。ステージのコース、あ、あ、そう、三つ股をやめて。まずいぞ、これ。これは無理だ。あー、挟まれちゃ無理だな。ここむずいな、三つ股。よし、オッケー。で、落ち着いて入ると。ナイス、完璧。さあ、どうだ、次は。キノコ欲しいな、そろそろ。もうカロンがいい位置にいるな、お前。お前、いい仕事してんな。タイミングが難しいな。ここで、あ、よし、一発クリア。ナイス、いいぞ。てか、しゃがんで、また邪魔な位置にいるね、カロンちゃん。そして落ち着いて、ほっ、はぁ、うん、オッケー。で、よいしょと。これ、キノコでしょ、絶対。あー、くそー、キノコに気を取られた。よし、で、怖い怖い。よし、ナイス。うわー、よいしょ、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。くそ、いけねえ、こっち側。よいしょ、で、はあ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 、怖い怖い怖い。で、次は、90度ね、それ難しい角度、今までにない角度ですね。これはここが行った瞬間に、オッケー。で、逃げろ。よし、ああ、すぐ入らなきゃダメなのか。ギリギリ触れちゃうのね。どうなってんの、これ。え、今のもしかして積んだ。ああ、あれに乗っていけってことか。クソ、気づかなかった、無理だ。こんなギミック初めて見たわ、すげえな。行くのを待って、これに乗ると。オッケー。面白いね。届かないよね、これ上。大丈夫だよね。右がちょっと微妙に届きそうなんで、前の方に移動して。右も来るね、右も来るね。これ、これどうすればいいんだ。うわあ、危ねえ、怖い怖い怖い。まずい、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 乗せて、ああ、怖え、面白い。あ、ああ、くそ、届いてしまうか、それは。でも大丈夫。まだ死んでない。キノコ欲しい、キノコ。そろそろゴールなんじゃないか、さっきの中間地点が。嘘だろ。ゆっくりと、ゆっくりと。あ、あーしゃーい。いや、面白かった、この回転ギミック。ありそうでなかった面白いギミックでしたね。いやー、楽しかった。ありがとうございます。やったぜ。次、壁キックレース。壁キックで頑張っていくんでしょうね。頑張ります。壁キックレース。お、あら、かわいい。クッパ様がそこに収まっていい器ではないような気もするけど。まあいいんじゃないかな。かわいらしいね。展示室の中から、壁切り、壁、あ、あ、キノコ。あ、多分あいつより早く行くんじゃない？で、これで踏んで、封じると。なるほどね。面白いじゃない。さ、で、あれ？行けないよ？あ、そっか。この P スイッチが収まるまでってことか。で、収まったらこう行くと。やばい、また競争か。面白いじゃない。で、踏むと。いいね。面白い、面白い。速さを競う勝負なんだね。またカロンちゃん。今度はカロンちゃんね。あー、で、最後はクッパ様ってことか。クッパ様辛くねえか？炎吐いてくんでしょ、だって。よいしょ、よいしょ。ほ、オッケー。で、早い。いいね、いいね。で、ラストはクッパ様って感じか。炎吐いてくるからね、それを避けながらでしょ。めっちゃ荒ぶってんだけど、クッパ様。大丈夫？ボスの威厳を保ってお願いだから。ね。部下に示しをつけてあげて。ほ、ほ、やばい、これちょっと難しい。まずい！うわぁ！よく見ると一マス多いんだね。クッパ様ステージだけ。ちょっと多めにジャンプしないと。
オッケー。で、踏むと。完璧じゃないか。これで4人倒したんで、ゴールですね。やったぜ。ワンアップキノコを取ってゴールしたい。めっちゃ荒ぶってる。頑張ってください、クッパ様。よいしょ。お勤めご苦労様です。よし、1アップでクリアですね。ありがとうございます。いや、面白いね。次、クラッシャーキープコンクエスト。クリア率 6.20% ですね。なかなか長いステージになってそうですね。頑張ります。遊びます。クラッシャーキープコンクエスト。お？ああ、なにこれ。砲台か。砲台が上下運動してるのね。なるほどね。砲台だって上下運動する時代だよな。オッケー。で、ドッスンちゃんが行って、クリボーがいる。ドッスン行って、クリボーがいる。砲台がたくさん波打ってる。楽しい。いいじゃない、いいじゃない。よし、オッケー。砲台のね、弾じゃなくて下の方を利用するっていうね。これはなんだろう、スピンジャンプで行けばいいのかな。右下か、それとも右上か。クリボーの悲惨な叫びが。これはまあ上でしょうね。よし、オッケー。で、行く。やぶねえ！今、踏み潰されるところだったよ。危ない危ない危ない。肉塊になるところだった、マリオが。さあ、いいぜ。で、びっくりした。どうすればいいんだ、これ。壁ジャンプをうまく使うんだろう。これ、くっそむずくねえか。上乗れるこれ。あ、乗れるか。あ、じゃあこれ乗っていきゃいいってことね。あー、危なー。もう無理かもしれない。いや、まだ生きてる。よいしょ、アップねー。落ち着いてね、無敵時間を利用したいい動きでしたね。しかもキノコ、見透かしてましたよ。オッケーオッケー。見透かしてたとおかしいな。見越してましたね。あー、そんなのずるいよ。またキノコが来るかと思ったのに。これはこうで。よいしょ。そろそろキノコくれねえかな、キノコ。よいしょ。ちょっと押して、すっげえぴょんぴょんしてんだけど、相手。楽しそうだね、ドッスンくん。人生楽しそうで羨ましいよ。次は、トゲかー。キノコ欲しいなー。キノコ、あー、壊すんだ、この人。俺のハテナをよくも。これ、どっちかキノコじゃねえかな。でもなんか、無駄なことをして。おっ、あ、でもここに中華地であるから。オッケー、ナイス。あー、よく働くんですね。そして、さようなら。お勤めご苦労様です。オッケー。で、Pスイッチ。あ、Pスイッチを押すことによって、これが下に下がるっていう、そういうギミックね。あ、これ、ね、面白い面白い。あ、でも沈みすぎはよくないよ。あー、ナイスナイス。あー、上からも降ってくる。怖い怖い。あー、オープンねー。今の危なかった。面白いこれ、ギミックが。いや、曲がってな。これなんだろう。キノコかな。でもフラワーになるっていう恐れもあるよね。ほっ。あー、ナイス、いいね。ナイス判断。素晴らしい判断でした。ありがとうございます。さ、お？こっちまで迫ってくる感じ。やめてやめてやめて。あっし。スピード勝負だな、ここは。ほっ。よいしょ。オッケー。で、ここまでは来ないかな。で、あのトゲをうまく利用し、あ、これ届くかな。これ、ここだ。ほっ。よいしょ。あー、なんてこったー。もったいないことしちゃった。よいしょ。今のは棒ミスだったな。キノコ欲しいな。中間はもう、どっと、ね、ないだろうし。よいしょ、OK？ 結構長いステージっぽいからな。続いて、ゆっくりと。ゆっくり言えば大丈夫なんで、こんなのは。よし、OK、OK？ あ、これキノコでしょ。カモンベイベー。これ取れるか、全部そう。1アップか、いらない。全然いらない。全然神々しいけど、全然いらない。キノコの方が欲しいです。よいしょ、OK、ナイス。あ、ここ地味にむずいな。上から行くから下から行くか。上だな、これは。よし。で、これ、これ、これ。落ち着け、落ち着け。これ、ちくわで落ちないように、棒ミスしないようにしようぜ。左側のトゲも気をつけようぜ。ほっ。ナイス。これはまあ大丈夫かな。ゆっくり。で、おー、中間！あったわ、中間。結構細かい中間があるんだね。いいじゃない、いいじゃない。これ、どういうことだ？これ、挟まれちゃうよね、多分。このままだと。ほっ。ほっ。これ、そういうこと？それでいいの？これでいいの？合ってるね。おーし、ナイス、状況判断。素晴らしい。とっさの反射神経いいよ。で、フラワー。ナイス、フラワー。わー、浮遊してる何かが。怖い怖い。こっち来ないで。よいしょ。で、オッケーして。え、どういうこと？こいつをバネで、ぴょんぴょんさせると。どういうこと？ぴょんぴょんさせて。ほっ。下？下ってどういうこと？あ、下に行けってことか。あ、このドッスンを利用して、バネをちょっとどけて、ほ、で、下に壊させるってことか、これを。さあ、こっちまで来い、こっちまで。真ん中ら辺までやって、ここで壊すと。なるほどね。あ、で、下のあれは壊れないってことか。じゃ、もう一回ぐらいちょっと壊しておくよ。何千件のために。ここ、ここ。ナイスナイス。ちょっとこっち側来てくんねえかな。こっち側来て、よいしょ。で、ここら辺。オッケー。ここまで掘れば、まあ大丈夫かな。で、ほ、よし。で、右行って、よし、安全。オッケー、ナイス。あ、ファイアねえのかも。さあ、このトゲちゃんが地味に邪魔ですけれど、落ち着いていきましょうね。ほっ。よし。で、あ、またいるよ。ナイス。で、飛んで、つけます。
まずいんだ、こんにちは。よし。で、ほっほっ、ナイス。で、またいるよ。まあ、これ落ち着いて上から行けば何の問題もありませんね。よいしょ。落ち着いてる、集中してる。いいぞいいぞ。覚醒してる何かに。ここら辺なんか隠しブロック的なものが。ないか。この微妙な隙間が気になったんだけど。これ上まで行く？あ、行くね。押しつぶされちゃいそうなんで、早めに行きます。で、クリちゃんをクリクリして、ここら辺も、ほっ、よいしょ。これもまた上まで行く感じか。早めのスピード勝負が鍵になってきますね。ほっ、よいしょ。これまずい。つけ、よいしょ。OK。ナイス。いいぞ。すっごい大量の声。バラまきかな？お、ドッスンが助けてくれた。ありがとう、ドッスン。え、なにこれ、手取り方式なの？もしかして。あー、面白い、このギミック。超面白い。すごいね。これで足しないように、上の動きをよく見極めていくと。すげえ。よく考えられてんな、こういうの。でっていう。あー、しまった！あっぶね！今の超危なかった。で、これ右が行けばいいんじゃない？だね。うわ、すごいわ。発想の勝利だな、これ。テトリスっぽくしてるんだ。すごい！ブラボー！面白いステージでした。ありがとうございます。次。メテオライトマナーということで、クリア率は 7.17% です。なかなか難しいんじゃないでしょうか。頑張りましょう。いきまーす。お、お化けステージか。なんかループものも炊きそうだね。ループしないように一発クリア目指して頑張ろうぜ。あ、スターがぴょんぴょんしてる。楽しそう。さあ、入ります、ドカン。中には、お、扉！あ、草届かなかったか。お、右って書いてあるね。多分あそこの左上のさ、扉になんとかうまい具合に乗るようにするんじゃない？無理かな？ほっ、やばい、これ積んだっぽい。よいしょ、よいしょ。積んでるわ、これ完全に。余計だ。あ、でも下に行けるね。下にこういって扉がある。右側は何もない。ちょっと行ってみようか、扉。入りまーす。よいしょ。さあ、どうでしょう。あ、ここに戻るってことじゃ、扉に入る必要はなかったのか。なるほどね。で、P スイッチがなくなっちゃったから、これ右側どうせ行けないんじゃない？あ、復活してる。よかったよかった。で、これで右側行って、あっぶね、ファイアーバーちゃんがあるんで、入ると。で、え？振り出しに戻る。どういうこと？今の右ずっと押してれば通れたのかな？さすがないな、あの距離的には。あー、謎解きだね、これ完全に謎解き。謎解きは、私が攻略してみせます。多分これ右側の右上に行くんじゃないこれ。右上の方に行って、ほっ、ほっ。よいしょ、いけない。ちょっと待って、いけない。で、落ち着いて。ちょっと早く、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 早く戻って。早く戻って。よし。で、ほっ。で、よ、右上って、あ、ここで上に行けると。で、ここに入ると。これでゴールでしょう。さすがに。いやー、なかったわ。で、下って書いてあるね。これ絶対信じられない。あー、たくさんあるわ。どれだ？どれが正解なんだ。上に雲があるのがすごい気になるんだけど、雲がへいへい見てるんだけど、待って、4つって書いてあるね。一番奥から行こう。一番あや死への直行便じゃねえかよ。あ、これは3番目かな。右からに今度こそ3番目行きます。よいしょ。絶対これで合ってる。ほら、来た、扉完璧です。さあ、知ってました。2番目です。右から3番目。これぞ正解です。ほらね。ほらね。ほら、来た、天の光。左、左って書いてあるけど、これ右行くよ。扉あるね。どっちだ？左側にも扉は？ないね。どうして騙したの？どうしてそういうことしたの？あ、でもなんか、Pスイッチあんのか、ここに。このPスイッチすげえ重要なんじゃない？もしかしたら。押したら何かいいことがあるみたいな。押さないといけないみたいな。え何今の可愛い顔文字みたいだろう。ちょ、このうねうねが収まるまでちょっとやめとこうか。で、うねうねが回復したら扉入る。回復しない。そして回復しない。めっちゃぷよぷよしてる。お、回復した。これでいけるんじゃない。これでゴールでしょ。何これ、どうしろと。ああ、もう無理だよこんなの。これいける気がしないんだけど、いけるのかこれ本当に。あそこの1マスは安全かな、ここ。怖い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 。うわぁ、OK？ あそこの1マスも安全なのか。ここで、あぁ、怖い。超怖いんだけど。酒気のプロの実力、見してやったぜ。はっはっは。いいぞ。
上か下か、まあ上しか行けないよねこのパターンだと。上行きます。おおで氷がある。あー、あれに乗っていけっていう地味に難しいやつね。よいしょ、普通に難しいやつか。ほっで振り出しに戻ると、わあこれ時間との戦いになりそうだな。左側とか行けねえの、さすがに無理か。ほっほっ、よいしょ、つついてー、よいしょここができない。落ち着け落ち着け、大丈夫、俺ならできるぞ。こういうね、足場ね、いくのも経験してきたでしょ。ちょっとこれ乗り換え案内やめて。全然乗れねえんだけど、ちょっと待って、時間が足んなくなる。落ち着いていこう、ね、時間に振り回されちゃう。よし、OK。落ち着いていけば何の問題もありません。で、ここも落ち着いていけば何の問題もありません。よっ。で、ここも問題なし。OK。ここも、よいしょ。ひー、怖い怖い。ちょっと長くねえか。長くねえか。よし、ゴールだ。よーし、OKOK。ゴールがそこにある。どういうこと？あ、あそこの扉に入ればいいってことかな。振り出しに戻るとかないよね、ここで。よいしょ。で、ああ、そういうこと、そういうこと、分かりました。最後まで奥まで行かなくていいってことね。どっかにあるんだよ、下に行くところが。そこにピンポイントに落ちなきゃいけないってことか。これむずいぞ。ピンポイント落ちる場所、どこだ？そこか。場所わかんねえな。結構右の方、結構右の方覚えとこう。結構右の方って覚えとこう。意外と、ここら辺から、こういう風に攻略していくのもありなんじゃない？ねえ、上の氷に乗らなくたって、ここの柱をうまく利用していけば、いいんじゃない？ステージ殺し。これで一歩ずつ確実に進んでいけば、はい、余裕でした。ありがとうございます。どうや？この方法はなかなか思いつかないんじゃないかな。クリアです。ナイスです。あそこの土管がめっちゃ気になるけど、もしかしたら別ルートで土管から入ってゴールするっていうルートもあるんだろうね。ありがとうございます。やったぜ。